はい、どうもすいません、はいえー「恐怖の料理シリーズ」とですね、えー、何の役にも立たない、えー、シリーズあーこれが結構ネタが溜まってたんですけど忘れちゃいましたね忘れちゃったんで今日は「あの恐怖の料理シリーズ」1個。 あちょっとメモしとかないといけないですねメモね <laughs> くだらないくだらないことをですねちょっと思いつくもんですから結構ですね、えー、でまあねえあ、ー、とでね俺の私の時間を返せとか言わないでくださいねこれ「恐怖の料理」シリーズですからねあとでもまずねえ何の役にも立たないシリーズなんですが えとまずですねこのハチミツハチミツがあるんですけどこうハチミツ今逆さまなんですけど被写体から離れてくるハチミツねハチミツが非常にですねあの健康にいいってねよく出てくるんですね。はい、で、まあ、あのまあそんなのはそんなことは別に私はどうでもいいんでそんな気にしないのでですね と、えー、にかくこの前,前回ね夜勤の <laughs> 夜勤の話をね、えー、だから何,何がですね健康かっていうかですね、うんえー、要は要はね我慢しないとかねストレスとかねそういうの我慢しないっていうことがですねもう,も,うもう本当に小さいことからね我慢しないっていうかですねあの我慢できない性格 <laughs> 我慢できない性格なんですよ何でもね納得しないとですね もうすごいだからですね皆実アシュタールさんねあの動画にね南エアシュタールレディオさんね面倒、えー、くさい人になってくださいっていうのはあるんですよ。それあの南エアシュタールレディオさん聞いていただければあ,のありますんで、はい、まあ他にもねあの非常にいいと思うので,でこの蜂蜜がですねこう減ってくるんですね。 減ってくるんですよ、ね、当たり前 <laughs> 使えば減るんですよ。それで <laughs>、えー、このまあこの何ですか逆さまにしとくとですね、えー、これがいいわけですねわかりますでしょうか。これ逆にしちゃうとですねこの蜂蜜が出てくるまでに4時間ぐらいかかるんですよ。うん、ね蜂蜜が逆にしちゃうとですね えー、あの通常通りの置き方をしてしまうとですねえだから逆にしとくとですねいいんですねそれで、えー、例えばコップとかですね、えー、マグカップでも何でもいいんですけどそういうのにですね、えーまあ、何でもいいんですけどあの要,要は逆さになってればいいんですけどだから私余ってるコップにこう置いてるんですよ。はい、でこの蜂蜜はちみつはか多分常温でいいと思うので別に冷蔵庫とか入れなくていいと思うんではい。 えー、そういういい話でございましたあとですね「まあ、ペペロンチーノ」ってですねずーっと言ってたんですけどえーあのー、あの鹿丸さんっていう方のね鹿丸さんの生活保護 YouTuber の鹿丸さんっていう方の言ったらペペロンチーノが出てくるんですけどペペロンチーノはですねちょっとですね あの、またですね、えー、まあ、徐々にですね、徐々に研究していきたいなと思うんですけどね。ああ、まあ、あの、普通に食べに行ってもいいですね。でも、あの、私、カルボナーラも好きだから、どうしてもカルボナーラ食べちゃうのかな。うん。あえー、まあまあ、まあまあ、どこでもいいんですけどね。えー、はい。えー えー、あとちょっとですねあとちょっとでちょっとこう、えー、この生活の状況がですねこう結構変わるもんですから、えー、そうしたらですねちょっとねなんかねうんラーメンとかねお寿司とかねちょっと食べに行きたいなとかねちょっと思ってるんですけど、うん、もうずっと家から出なかったのであそれでですね、えー、ペペロンチーノなんですけど。 あのー、まあ、えー、鷹の鷹の爪っていうのうがらしとうががですね、えーえー、あとうがらがちょっとなくてですねまあまあ買えばいいんですけどもなかなか、うん、どこに置いてあるんだか分かんなくてですねで唐辛子なしでずっと食べてまだスパゲティですねこの間取ったんですけどあれ一束で。 すごい量入って1年分かぐらい入ってるのでそれでも結構ね一生懸命でも,でも毎日はさすがに食べれないからですねうんえっとまあ3日に1回とかですかねはいえそういうことでですねえやってんですけどちょっとですねあの清水の舞台っていうのあるじゃないですか清水の舞台から飛び降りるんですね。 でで飛び降りてみたんですよね、あのー、これがですね、えーまあ、まずですね油敷いて油敷いてで、まあ、最初にスパゲッティ茹でとくんですけどあそうだあのー、鍋のですね鍋のちっちゃいのちっちゃいのを買おうと思うんですよ鍋のちっちゃいのですね <laughs> そうそうそれを買えばいいんですけど、うん、ちょっと。 まあまあちょっとですねあの,あの変わってからね変わってからですねえー、買いたいと思いますねはい、えー、まああと数日なもんですからはいえー、そういうことでですねえーえー、何がそういうことなんだあのー、現状でですねちょっとですねあの油敷いてスパゲティ茹でてフライパンに入れますよね であとまあニンニクあニンニクのですねなんか中国産のニンニクがなんかよくないとかねですなんか最近よく出てくるんですよ、えー、ツイッターに出てくるんですよだけど私はああでもう今度からちょっとだから買うお店とか変わるからですねうん多分あの日本産のになるかもね中国産のちょっと買ってあるんですようん。 まあ、そ私はそんな気にしないからですね、うん、で焼いちゃいますしね分かんないですけどね。ええー、そういうことでですね、えーえーまあ、ニンニクはですねちょっと昨日は入れなかったんですけど、えー、ちょっとハンバーグのちっちゃいのが、ね、いっぱいあってですねそれ余ってるので、えー、それを、ね、ちょっと食べきらないといけないんでえそれ入れたりですね えー、あとですねこの飛び降りたっていうのはですね卵を入れるんですよ入れてみたんですよこの間卵卵卵1個をねえポンと入れてみたんです生卵そあそそしたらですねすごいまろやかになってですねえー、それであとはですね胡椒を大量にかけるとですね胡椒ですねやっぱね胡椒ってすごいってねずっと言ってきてんですけど胡椒はすごいんですようん胡椒ってうん あとね、うん、もう料理研究家とちょっとね名乗,名乗っていきたいなってこうねちょっと思いながらですね、えー、まあ誰かに食べさせるってことはないですけれどもねず、えー、っと一屋落ちだしですねはいそのぐらいで恐怖の料理シリーズね卵ね1個だからカルボナーラとですね エプロンチーノミックス型っていうかです、ね、ええー、またですねちょっとねまた清水の舞台から飛び降りてですねなんか違うものをねちょっと入れてもいいのか別にですねこうでなくちゃいけないって料理はこうでなくちゃいけないとかねあのそういうことはないわけでございましてですねはい、えー、そういうことでですねはい えー、それでこれだけだとちょっとあれなんでこの今書いてみたんですけどこの間からジモティーって言うんですねえジモティー書いてみてあ2月3日にセッションに行くんですそれ動画撮ったんですよね相模王のですね、えー、で、えー、まあ私はですね矢部の,あの公民館とかですねあや矢部じゃない相模原市の公民館とかえこの間行ったですねフェリーチェさんもいいうんうんまあいいですねうん。 あとはまあこのうん今度だからそこで結構2月3日すごい楽しみでですねあのー、結構たくさんの方が来られるような感じなんで、うん、まあまあでもね一人でも,でもあお会いできればねうんそれでそのあれをなさってくださってる方ドラムとピアノの方なのでうんあのー、しかもファンク ファンクでだから、まあまあ、フュージョンフュージョンはどうかもわかんないですけどね、えー、だからそういう、うんうん、本当にいい,いいわけでございますよ。うん、だからそれも多分ねずっとずっとできる限りいきたいなと今のところ考えてんですけどまあまあまあその人間の未来っていうのはわからないですからねどうなるかですね。うん、で、えー、あ他にもちょっとね申し込んでみたのあったんですよ。 だちょっとお返事がなななかか来ないですねあのセッションの相模のセッションのやつはすぐ切ったんですけど、はいえー、これでも自分でねもう今投稿してみたんですよこの画面ですね。これ管理画面なのかなだからそれこれどうやって見たらあの出てくるのか分かんないんですけど、えー、相模原市でですね、えー、まずあのこのジモティーをクリックしてでねお友達でお友達で。お友達で あのバンドじゃないからバ,バ,バンドに、まあ、加入希望でもいいんですけどまあまあでもバンドはちょっとねその固定しちゃうっていうのはですねちょっと私は多分うんあのもう性格的に合わないですしもうそんなあんまりこう人前にですね人前ってかこのステージに上がるとかはですねちょっと勇気勇気がいるからですね。えあの えー、そういういちょっとバンドではないのでですねうんだ、えー、メンバー募集メンバー募集でお友達で、えー、やっていただくと今この閲覧数10ですけどどうですかあ11になったあ11になったほらあすごいこれあ再読み込みとかしなくてもなるんだあ再読み込みしたのか再読み込みあしてもあれ押してもなんないですようん。 ねはいえー、ということで、これね、結構見る人いるんですよ。うん、YouTube よりいいかなと思ってですね。えー、はい、えー、これですね、はいえー。これのちょっとリンク先が、あここをクリックすれば出るかな。あのあそれ分かったら、ここに書いときたいと思いますね。あと、うん、あとタイトルにもちょっとここ、これコピーしてですね。はい、あの入れていきたいと思ってます。はい はい、どうもすいませんはい、よろしくお願いします。はい。